間テレビも残すところあと22時間、まだまだ先は長いですが頑張ってまいりましょう。ではここで一旦報道センターからニュースです。赤部、はい、いるでしょテレビ見てたら、ほらそれしか言いようがないよ。てかレーザーレーザー君が一人歩きしすぎでしょこれそんなにね、そんなに主だったキャラじゃないんだから。引き続きあの27時間テレビでは視聴者の皆様からのファックス募集いたします。番組に対するご意見ご感想ダメ出しなどどしどし送ってください、うん、採用された方にはこちらのスマイリーさんまちゃんバッジを差し上げます。あとこちらの水中メガネも差し上げます。では続いてはさんま中井の今夜も眠れないです。どうぞ。やっぱり朝の紅茶はリッチでいいね。なんかこう落ち着きますよね。あ、芸人さんみんな疲れて帰ってくね。あ、紅茶飲ませてあげたいのに。ねえ、みんな暑い中大変ね。お疲れ様です。あ、ケッツケッツケッツ面白かったですね。さあさあ、ファックスが、ね、いっぱい届いてるので、ありがとうございます。はい、ご紹介します。沖縄県の方からです。19年ぶりの27時間テレビ、この日を楽しみにしていました。日本語のわからない主人もお腹を抱えて笑っています。外国の方かしら。いろいろ暗いニュースの多い中で笑顔は大切なことだと思います。笑いは世界を救う。笑う角には福来たる、うん、27時間大いに笑って嫌なことも辛いことも吹き飛ばしたいと思います。頑張ってください、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、イラストですね。かわいい。さんまさん27時間頑張れやーい。山口県の岡本さんからいただきました。ありがとうございます。さあ他にも、さあそしてオープニングからずっと見てます。同じタイミングで隣の部屋からも笑い声が聞こえます、うん、最後まで全国を笑顔にしてください。東京の大学生から、はい、あ、一番いいのが来てた。あやぱんさん、中身さんお疲れ様です。芸人さんも面白いですが二人の笑顔も素敵です。嬉しいですね。どうもありがとうございます。朝の7時にぴったりのファッションです。やっぱりこのフラワーロードのエコカフェでゆっくりできるね。なんかここすごく落ち着きますね、うん、なんかエコ感があるっていうか、みんなに来てほしいよね、うん、エコ目覚ましくんもいるし。いらっしゃいませ。あれあれあれ、はい、ほのちゃん、おすすめのショーナのパインパインです。あれ、こんな目にあったっけ。そうですよ、ありますよ。飲んでください。爽やか、綺麗でしょ。パインパイン、はい、今日三宅山岳でそうなんですよ。働きわけがないよね。そうなんです。先日あのショーパンで三宅さんに出ていただきまして、うん、ぜひ出たいと言ったら、そうなんです。至近距離で、はい、至近距離でやらせていただいて、うん、OK をもらいましたので、はい、今日は朝からですがお届けに来ました。おいしいパインパイン、ありがとうございます。フレッシュだね、朝にぴったり。私たちと違うフレッシュな絞りたてって感じ、ねね、まあ、ここエコカフェなんですが、うん、エコといえばこの27時間テレビの間もフジテレビはですね、ちゃんとリサイクル分別を行っているのを、ね、エコも受けて、ね、そうなんです、はい、では問題です、はい、27時間テレビ突 然, そう突然ですが、うん、一体どのくらいのゴミが出ていると思いますか。800キロ。いろいろありますよ。台本だとかお弁当だとかスタッフの数も多いですし。1500ぐらい。いやいや、正解は2トンだと思う。お、正解です。完璧です。見ないな。いやいや、見てないです。ぴったり当てたね。視野が広いからねよく見えるからね、はい、よく見えました、まあ、およそ2トンのゴミなんですが、うん、そうなんです。クリーンスタッフのクリーンセンターのスタッフがそれぞれのリサイクル工場に搬出するために社内で仕分け作業をして、お弁当の生ゴミもすべて出すためにしてるんですね。環境問題もね、真面目に取り組んでるフジテレビということでございます。はい、みんなで限りある試験を大切にしていきましょう、はいはい、さてさてですね、はい、さんまさんのトークマラソン間もなく折り返し地点ということなんですが、うん、データ放送もマラソン企画を実施中です。そちらも合わせて皆さんお楽しみください。さあ、この後はいよいよレッドカーペットということで、さらにビートたけしさんも登場します。はい、お楽しみに。27時間
テレビみんな笑顔のひょうきん夢レッド、残り時間およそ15時間ということで、これからも目玉企画はね、まだまだ満載なんですが、ここで一旦ニュースをお伝えします。さあ、番組が始まって12時間が経ちましたが、アシュラマンさん、ここまでご覧になっていかがですか？ガッガッガ、27時間テレビお前の負けだ。さあ、続いては笑顔タイム。なんですか、なんですか、日本の街から、なんですか、なんですか、体操しよう。下げのけ、俺が下げて下げのけ、スマイルを払って下げのけ、あ、こっとしてこじゅさん、ダメダメ。アホじゃありませんよ、パーデンネン。パー、ひょうきんオールスターズやりましたね。この後はさんまさんにちょっと休んでいただいて、サザエさんです。さんまさんがアニメになって至るところに登場します、そして引き笑いもサザエさんの中でやってくださるということなので、ぜひご覧ください。どうぞ。